った時にこう差し出す日本刀のようなものが SVC 振るという作業ですから、うんうん、ま、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの井上です。マナビズムの山翔です。よろしくお願いします。今日の質問をやっていきましょう。はい、英文解釈を学ぶ一冊目でおすすめの参考書、問題集を教えてください。なるほど、どうすか経過は。あえて、はいはい、学校の教科書と言いたいです。おお、なるほど、うんうん、まあ確かにまあ技術的なやつはいろんなありますけども、うんうん、最初の例えば、主語には名詞しかなれないとか、なんかその括弧の付け方みたいなのはまあどの参考書とか文法のやつも載ってると思うんですよ、うん、それある程度学んでからは、うん、あとは学校の教科書長文っていうのをもう片っ端から付けていくっていうのが一番いい材料になるんじゃないかなと思います。間違いないですね、まあやっぱり数ですからね、ある程度インプットしたらね、そこからは理論じゃなくてほんまに演習ですからね、うん、だから定期テストも対策になりますしね。ほんまそれな、一石二鳥ですよ。受験勉強になった瞬間に学校の定期テストとかこう手抜くやつ多いけど、学校の教材使って SVC 振ったらいいだけですからという感じですよね、うん、あとは例えば英語の授業中に日本史の一問一答やるとかも言語道断ですけども、いわゆる内職ってやつですね。内職ってやつもダメですけども、まあ、授業中に例えばこう先生聞く中でこう読んでいく中でうんと思ったら一回自分でつけてみて解決するっていうのもありますし、めちゃくちゃ学校の授業っていうのが充実すると思うんですよ。だからほんまに学校の教科書の SVC 振るっていうのおすすめですね。間違いないですね、はい、それはね、はい、そっから2冊目ちょっとした参考書ってになってくれたらいいかなと思います。はい、大地さんどうでしょう。はいはい、僕はですね、うちの動画の語学メソッドの中でも話をしてますけども、1冊目としてはさっきね、経過が演習を積んでいくっていう話をしてくれてましたけど、その前のそのインプット知識として、ひじり先生の読解のための英文法が面白いほど分かる本、やっぱりこれは本当に短い文章で S の振り方、 V の振り方、形容詞とは一体何なのかっていうことをまずはね、知識として入れることができますから、これをまずは1冊ほんまに一瞬で終わらせてほしいなというふうに思います。もうババババーと頭の中に入れて、そこからもういろんなさっき言った学校の教科書とか、他の他読のやつを使って SVC を振ったりとかっていう形で、どんどん数をこなしていってくれたらいいんですけど、 SVOC やりまくってたら SVOC が目的になっちゃう人おるやん。これ一番ダメなんですよね。結構いてるんですよ、 SVOC 振ることが目的になって日本語に変える力がついてないとか、内容を理解する力がついてないとかっていうことがやっぱりあるので、あくまでも SVOC はもう目的ではなくて手段ですから、そこがね、間違えちゃダメってことですね。あくまで武器ですからね。そうなんです。困った時にこう差し出す日本刀のようなものが SVC 振るという作業ですから、うんうん、まあそれを忘れずに、ちゃんとあくまで手段ですから、うん、目的を忘れずにしっかりやってくれたらいいかなと思います。はい、それではこの動画はここまでにしたいなと思います。この動画がいいなと思ったらいいねを、質問がある人はコメント欄までお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちら、ビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。